テラリウム左側は蛇の生息に適した環境を、右側は多湿な環境を再現しているテラリウムとは、陸上の生物をガラス容器などで飼育、栽培する技術である。現代でも園芸の一スタイルとして、陸上動物の飼育機として多くの園間や研究者、アマチュア愛好家によって制作されている。テラリウムは19世紀の大英帝国の首都、ロンドンで生まれた。発明者は、下界のナサニエル・バグショー・ウォードである。ウォードがスズメガのさなぎと一緒に腐葉土をガラス容器に入れていたところ、数ヶ月後に腐葉土から種や胞子が発芽していた。それを見つけたウォードは、この方法なら当時のロンドンの汚染された環境でも植物が育つであろうし、何日も水を与えずとも栽培できる。遠隔地からの運搬も成功率が上がり、手間もかからなくなるだろうと考えた。19世紀、大英帝国の時代背景の中、テラリウムという手法は大変画期的な発明であった。当時、植民地から宗主国、植民地から別の植民地へと多くの植物が運搬された。運ぶ目的は研究用、観賞用、コレクション、公的なもの、私的なもの、など様々であるが、有用資源の開発という大義名分もあり、実際に、数多くの重要な新資源を欧米にもたらした。それらは数多くの新発明、今日では欠かせない日用品などの元にもなった。ゴムや胡椒が代表的である。この時代、プラントハンターと呼ばれる人々が世界中から植物を収集していた。現代、商品作物として、医薬品として、園芸用として見かける植物の中にも彼らが発見したものは、数多いが、遥か南方の未開の地から植物を輸送することは困難を極めた。また、パトロンとなっていた王侯貴族も植物収集に相当な精を出しており、そうでない人々も園芸や庭園を楽しむようになっていた。こういった時代、テラリウムが登場したことにより、植物の運搬は格段に楽になり、成功率も上がった。また、大温室を作らずとも、熱帯植物を栽培できるようになり、中産階級の間でテラリウムによるシダ栽培が流行した。一般市民に今ではポピュラーとなった熱帯性の観葉植物を栽培する楽しみが広まったのもこの頃である。持ち運べるほど小さな容器に植物を寄せ植えしたものから温室のようなものまで含まれる。容器以外に人工物を使用していないテラリウムもあるが、演出のため、メンテナンスのため、生態の生活のために様々な機械が取り付けられる場合もある。温室のような大きなものから手のひらに乗るほどのものまであるが、外部から干渉する場合が多いため、ガラスやアクリル樹脂でできている場合が多い。ガラスの器や瓶、プラスチックボトルなどが利用される場合もある。観賞魚用の水槽やプラケース、園芸用室内温室が利用される場合もある。最初からテラリウムを作る目的で制作された入れ物やそのセットもある。園芸用品としてはテラリウム用の装飾的な入れ物なども制作されている。以下はコンテナに用いられる素材の例である。水槽は市販されているため安価で入手しやすいと言える。また保温性があるため寒さに弱い生物を扱うには適している。自作する場合はアクリルや網が加工しやすく有効である。また、網を足場としたり通気性が良いため暑さに弱い生物、主に森林に生息したり飛行する生物には有効である。テラリウム内で生活する生物に適した土壌が適材適所に使われる。園芸用の土壌、アクアリウム用の砂や砂利などが利用される。乾燥した環境にする場合は砂や赤玉土、多湿な環境にする場合は腐葉土、ヤシガラ土、水苔、アクアリウムには、多い粗砂、泥を粒状に固めたソイルと呼ばれる床材が用いられる。天然石や天然木は、立体的な構造を作る際によく使われる。アクアテラリウムや熱帯雨林を再現したテラリウムなど、湿度が高いテラリウムにおいては、水に強く腐りにくい流木が使用される場合が多い。石は、様々な種類が用いられるが、種類によっては生態に何らかの影響を与えるため、選択には注意が必要である。プラスチック製の偽岩や人工枝も用いられることがある。針金を軟質の素材で覆い、自由に曲げてレイアウトが可能な人工枝、水場や餌皿として利用しやすいように加工された偽岩、ポンプと人工の滝付きの偽岩など工夫を凝らしたものも多い。テラリウム内の水の循環。人工の川や滝、湧き水などの流水を作る場合に用いられる。観賞魚用の流水ポンプなどが使用されることも多い。蛍光灯、メタルハライドランプ、水銀灯などが使われる。トゥルーライトやメタルハライドランプ等は光の成分が自然光に近いため、テラリウムの製作には好まれる。爬虫類を飼育する場合、そのような動物の健康維持のためには、紫外線が不可欠であるため、トゥルーライトやブラックライトなど紫外線を含んだ光を出す装置が使われることが多い。多くの亜熱帯から熱帯の生き物を温帯で飼育栽培する際には保温装置が不可欠である。また、温帯産の動物においても、冬場活動させる際、健康維持を図る際などに保温が必要となる場合も多い。保温装置は様々あるが、代表的なもので、エアコン、赤外線ヒーター、観賞魚用の水中ヒーター、小動物用のパネルヒーターなどがある。また、爬虫類など一部の変温動物は、温度が高い石の上や日向から熱をもらい、体温を上げるという行動が、体温調節において重要な役割を果たすため、レフ球、メタルハライドランプなど、局所的な熱源となる照明も重要となってくる。高山気候や阿寒帯以北に住んでいて、暑さを苦手とする種を飼育する際には冷却装置が使用される。また、熱帯から温帯産の生物でも、日本の場合多湿な夏場は、涼しい方が健康的に過ごせる種も多い。冷却装置としては、エアコンや観賞魚用のクーラーなどが使われる。放水パイプを用い、雨のように水をまく、降雨装置。超音波によって、水を振動させ、細かい水の粒子を作り、空気中に拡散させ、ドライアイスを水に入れた時に出るような霧を発生させる霧発生装置。こういった装置が自然環境再現のために用いられる。テラリウムは葉の蒸散作用により曇りやすい場合も多い。テラリウム内に水場や保湿効果の高い床材を用いたりすると、さらに曇りやすくなる。こういったことから、干渉の妨げになるガラス面の曇りを防ぐため、ガラス面に水を流して曇りを除去するという機構も用いられる。各種の装置の作動時間を制御するため、タイマー付き電源などが使われる場合も多い。再現する対象である環境は様々で、林床、樹幹、乾燥地、湿地、岩場など多岐にわたる。水場と陸地の両方を再現したものを、アクアテラリウムと呼ぶことも多いが、水場と陸地の比率がどの程度のものからアクアテラリウムと呼ぶかという定義はない。ビバリウムとは生態の生息環境を再現した飼育施設の総称である。日本においてビバリウムという呼称はあまり一般的ではなく、一部の人間、爬虫類や両生類、小動物などを飼育する人々の間で使われる程度である。ビバリウムガイドという雑誌も存在するし、ビバリウムを扱った書籍などもあるが、そのほとんどが爬虫類、両生類、タランチュラやサソリなどの節足動物の飼育という趣味を扱ったものである。植物を育てる場合のビバリウムには、テラリウム、アクアリウムなど、再現環境ごと分けた呼称が使われる。そのため、園芸分野などで、ビバリウムという総称した言い回しが使われることは、ほとんどない。ビバリウムの一種として、テラリウムが当てはまるという見方が正確であろう。植物を主体としたテラリウムの例、太あごヒゲトカゲを飼育するためのテラリウム内部の植物を食い荒らしたり、巣材として使い切ってしまったりして、内部環境を破壊してしまう動物の飼育は困難であるが、テラリウムでは多種多様な生物の飼育、栽培が行われている。テラリウムの利点としては、生物の生息環境を再現することにより、生態の状態維持、繁殖の誘発が期待できる。しかし欠点として、生態に適した環境を設定できなかった場合、逆に生態の状態を損ねてしまったり、個体への給餌やメンテナンスの困難さ等が挙げられる。熱帯雨林を再現したものでは、観葉植物が用いられる。例えば、アナナスやランなどの着生植物、秋海棠科、ポトスなど、里芋科、各種のコケやシダが使われる。乾燥地を再現したものでは、多肉植物を使うことも多い。小さなテラリウムでは、小型の草の植物や苔を使うことが多いが、大型のテラリウムでは木を植えることもある。しかし、密閉した環境では巨大な木を長期間育成することは困難である。密閉型環境実験施設、バイオスフィア2で行われていた実験では、自然の風が届かない場所で栽培した木はうまく育たずに倒れてしまったという。植物と共存させる場合、トカゲではレイアウトを破壊せず小型種の多いヤモリが飼われることが多い。樹上性のアガマ科、イグアナ科の構成種、カメレオン等でもシークレーが見られる。生態に合わせての登り木や繁殖場所としての設置のほか、植物があることにより照明からの避難場所や保湿等の効果もある。蛇に対して用いても特に問題はないのだが、脱走防止のためヘビは単純なレイアウトで飼育されることが多い。しかし、緑ニシキヘビやエメラルドツリーボア等の樹上性のヘビを飼育しているケースもある。また、日本では動物愛護管理法により特定動物に指定され、個人での飼育が相当に規制されている鎖ヘビ科やコブラ科の毒蛇でも、欧米では鎧ハブやマツゲハブ、サンゴヘビなどが、テラリウムの住人として人気を博している。ボア科やオオトカゲ科、ワニ等の大型種では、レイアウトするほど余裕のある飼育スペースを確保しにくい上、レイアウトを壊してしまうことも多いため、複雑な構造を持つテラリウムで飼育することに向かないとされる。ただし、動物園、水族館レベルの大型施設はその限りではない。亀は活発に動き回り、力も強いため複雑なレイアウトを乱すことが多い。また他の爬虫類に比べて大きさの割に広大な飼育スペースを要する。さらに排泄量も多く清掃も大変である。そのため他の爬虫類に比べて複雑なテラリウムには導入しにくく不向きである。植物や流木、岩、人工物等を組み合わせたテラリウムでは樹上性や地上性のカエル、陸生ユウオ類等が飼育される。ツノガエルやヒキガエルなど大型の地上性カエルは、掃除など管理の都合という点から、前者に比べてシンプルなレイアウトで飼われることが多い。昆虫では、クワガタムシやカブトムシ、ホタルなど一部の甲虫類や、カマキリやナナフシなどがよく飼われる。カニやヤドカリなど甲殻類が飼われる場合もある。さらにサソリやタランチュラなどのクモガタ類や、ムカデやヤスデなどのオオワシ類が飼育される場合も多い。水中部分がある程度取られているテラリウムでは、熱帯魚やメダカなどの観賞魚を飼う例も見られる。テラリウム内に人が入れるほどで、その中に小川が流れているというほど巨大なテラリウムは別であるが、通常、魚を長期飼育できるほど水場のスペースを広く取ったものは、アクアテラリウムと呼ばれることが多い。日本ではあまり馴染みがないが、欧米ではカタツムリやナメクジなどの陸外をテラリウムで飼育することがある。これらの多くは植物食性でテラリウム内の植物を食害することもあるが、それぞれの種で好む植物と好まない植物があるため、植物の選定に注意すれば共存も可能である。極めつきと言えるものに、コウガイビルやカギムシなども飼育動物として挙げられるが、さすがに、これらはテラリウム発祥とされるイギリス、ドイツ、オランダなどでも飼育している人はかなり稀である。ありがとうございます。